ますえー、ただいまご紹介に預かりました藤井でございます。最後の講演ですが、よろしくお願いいたします。えー、本日あの、3名のレクチャーの方から非常にスィミュレティブなお話をいただきまして、まあ、情報システム研究機構が、まあ、それにどうやって応えていくかというのは非常に大きな問題で、難しい問題かと思いますが、えー、本日は以下のような内容をお話ししようと思っております。えー、情報システム研究機構が目指すものそして、えー データサイエンス時代の課題と、えー、当飛行の役割、そしてデータサイエンス共同利用基盤施設のを目指すところ、そして社会や大学を支える情報研究人材基盤構築への貢献でございます。これは、あの、まあ、気候庁が変わってもですね、あの、こういうテーマが変わるわけではございませんので、基本的には、あの、時代が進んでいく方向をちゃんと捉えて、えー、まあ、それを進めていくということになるわけです。まず、あの、私の自己紹介をさせていただきますと、 私の専門は地球惑星科学でございまして極地研と名古屋大学でオーラに関する研究を楽しく行ってきたわけでございます事態が少しずつ変わってきましたのは2005年でその後研究所や大学の上に携わりまして昨年4月から情報システム研究機構で理事として働かせていただいております現時点の現時点での立場は微妙ですが 本日は理事としてこの1年間見聞きして考えるところを簡単に述べさせていただきたいと思います。情報システム研究機構のミッションはもうすでに何回か出ておりますけれども生命地球環境社会の複雑な問題を情報とシステムという立場から捉えるための方法の研究研究基盤の整備及び融合研究による新分野の 開拓を行ううということでありますこれは何回か示されたはずですけれども気候を構成する4研究所は先ほど樋口所長が言われましたように局地研究所と遺伝学研究所という分野型の研究所とそれから情報学研究所と等数研という分野によらない基盤的な科学を行う研究所からなっております。ののの歴史は年のです、ね、気候の設立するより十分に早くて 各々のコミュニティからの負託を受けて先端的な学術研究・共同利用・人材育成を行うことをミッションとしてきておりますこれらの研究所は各学術領域で COE であることが求められておりますこれは大学共同利用機関として最も優先度が高い大学共同利用・共同研究事業を行うための前提条件になるものと考えております 世界をリードする学術レベルを持って初めて全国の大学の大学等の研究機関や企業の方々が共同研究をしたいと思っていただけかつ大学等の機能強化に貢献できると考えるからであります機構はこの研究所による最先端研究と科学の発展それを支える基盤を支援するのが役割と考えておりますこの研究所と機構の共同によりまして社会と大学等と連携して 基盤的な環境を提供するとともに、基礎的、そして応用的な成果を社会に還元することが求められているというふうに自覚しております。この研究所の重要性を意識しながら、ここからは気候の観点でお話をさせていただきたいと思います。元に、元の図に戻りますけれども、2016年に第3期に入りまして、それまでの事業の成果を踏まえ、研究所の力を結集して、 今後訪れるオープンサイエンス時代に向けて機構本部の機能をより高めようとしております一つは本部に戦略企画本部を立ち上げまして各研究の執行部から参加をいただきまして機構全体の研究戦略や将来計画そしてガバナンス策との提案を行う組織を立ち上げましたまた本日話題になっておりますデータサイエンス共同利用基盤施設を立ち上げまして 研究の作り出すデータベースの統合を行いましてオープンデータオープンサイエンス推進の加速を目指しておりますこれにより大学共同利用の拡大とともに統合された異分野データから新分野創生につながることを期待しております情報はそれに関連するテクノロジーは現在非常に急激に発展を見せているということは今までお話になりました急激な ICT 化と多種多様なビッグデータの出現それに雇用,し雇用しようとする計算能力の成長は社会を変容させて研究環境を大きく変化させております機械学習は発達して社会での応用は拡大しつつあるということですで人間の能力は、まあ、例えば2500 25年前のですね講師の時代からあまり変わっていない進歩していないように見えますけれども テクノロジーの進展は凄まじくて素人目にはビッグデータや AI が人間が制御できる範囲をすでに超えているのではないかというそういう不安に陥るほどでございます。これはビッグデータの一例ですが局地研究所のが共同運営しています欧州にある超高層大気観測用の大型レーダーで門倉さんからアイスキャットとして消化されたものです。 数年後の2020年過ぎに新しいデータを建設して観測を開始する予定ですが最速サンプリングでのデータ量は生データが毎秒1.6テラビットでございますリアルタイム処理で30分の1に減らしますがそれでも毎秒54ギガビット1日で5ペタビットそして1年でなんと2エクサビットという巨大な量になりますもちろんあの連続運転はできない 不可能でございますけれども、いかにインテリジェントにですね、有用なデータを引き出すか、数年後にはですね、情報システム研究機構として対応が迫られるチャレンジングな課題となっております。一方、研究方法ですけれども、今後データベースがすべての学問とまあ産業のまあ基本となるということが予想され、それに向してまあ第四の科学としてデータサイエンス時代が到来してデータ共有を 通じて研究主体が個人からグルーうように変化しておりますまた研究対象も生命・地球・環境・人間社会の複雑な現象と解決すべき問題が重要課題となってさらに社会の課題に応える分野有効研究進学輸送性が求められているということであります。ですなわち社会的要請の変化によりまして課題解決型研究への移行 それから科学技術、イノベーションの牽引、推進、超スマート社会の貢献が求められておりまして、これらの基礎となるオープンサイエンスの推進が強く求められているということであります。しかし、これはあの北川先生のところにありましたけれども、ビッグデータには膨大な知識や価値が埋もれておりますけれども、現在の方法では、それは必ずしも十分には生かされていないということで、新たな科学的指標によりまして、知的、 発見や可視創造を行うことが必要ということで、それがまさに第四の科学と言われているデータサイエンスに他なりません。データのビッグデータの利用には、先ほどのレーダーの例でお示ししましたけれども、大量の散在するデータをリアルタイムで処理する大規模なデータ処理技術、それから膨大な高次元データや計算結果を人間が可読にするデータ可視化、そして ビッグデータから意味ある知識核のためのデータ解析手法が必須となります。これに対応しまして、情報システム研究機構では、中期的対応としまして、データサイエンス、オープンサイエンスを推進して、その結果として、分野融合研究や新分野創生を行うために、これからお話しいたしますデータサイエンス共同利用基盤施設をフラッグシップとして、データ共有支援、それからデータ解析支援を行いまして、 オープンンサイエンスを推進してていいいきたいと考えていますまた、学習の動向や社会の要請の変化に対応するためには、従来の縦型の教員配置に加えまして、横断型の教員配置を作りまして、スピーディーに対応していくことが重要で、これは各研究所で実施されつつあります。このデータサイエンス共同利,利,用,利用基盤施設は、藤山施設長の講演にありましたように、気候の研究所が所有する または多機構人間とかですね多機構との融合分野の異分野のです、ね、融合で得られる今まで個々に利用されてきた生命遺伝子地球環境人間社会人文学に関するデータベースにメタデータや RDF 化などを行いましてデータ共有の支援を行って統合ベース化しさらにデータ同化などのデータ解析支援を行うことに おりましてデータベースを相互に利用することを可能にして利活用を活断に,に高めようとするものでございますその結果データサイエンスが推進されて異分野融合が進められることによって新聞や創設が可能になるというふうに期待しておりますで統合されたデータは大学と全ての研究者が利用可能になるというものであります一方先ほど安浦先生のお話にありましたけれども 国立情報学研究所は全国の大学のためにオープンサイエンス研究のデータ基盤の準備を進めております。さまざまなデータベースを管理し公開するための基盤でデータサイエンス共同利用基盤施設のデータベース、ここにありますけれども、これも将来この基盤の上に乗ることになると考えられます。一方、大学や研究機関等の学術会や 国や自治体それから企業業と産業界等の社会にはなデータサイエンス共同利用基盤施設での統合データベース構築のためのデータ共有支援や解析支援を横展開することによりまして学術界社会全体のデータベースの統合と活相互利活用への道が開かれてオープンサイエンス実現への貢献ができるというふうに考えております。 これによりまして全体のデータが統合されるということと大学の機能強化や異分野融合新分野創,設創生のです、ね、促進にもつながると考えております。共同利用はここに示しましたようにいくつかのパターンがございますけれども全研究者のための基盤の提供は大学共同利用機関の大きな役割であると考えております。 今、すでに樋口さんの方からお話ありましたけれども、えー、全国に、えー、例えば張り巡らされたット n e t 5、セキュリティ、クラウド、それから、えー、いろいろな SEENY とかですね、ジャイロ等のお学術情報の提供等が、まあ、この基盤に当たるというふうに考えます。また、あの先ほど述べましたデータサイエンス共同利用基盤施設も、全国に提供される、えー、基盤施設の一つでございます。 で共同利用の、共同利用機関の大きな役割の一つは、今、樋口所長の言われました人材育成であります。まあ、ここでは繰り返しませんけれども、情報システム研究機構の各研究所はデータや情報に関するさまざまな人材育成、要請を行ってきております数理科学数理。統計数理科学人材の育成、それから情報科学人材の育成、そしてバイオインフォマティクスの 人材育成と大変は精力的に行われてきておりましてこれ以外に多くのプログラムが計画されているというふうにお聞きしております機構としてはこういうものの見える化を図って支援していきたいと思っております一つの課題として挙げたいのは社会が必要としている人材数と研究所が育成できる人材数との関係です例えばこれも先ほど上がった図でございますけれどもこの図のように 統計推理,でで、ね、理研究にはそのうちの主要な部分を育成することがおそらく期待されていると思いますけれどもこれはまあ大変なことだと思います。これは全国レベルで考えるべき問題ではありますけれども人材育成体制の整備と拡大が急務であるというふうに機構でも考えております。 このように社会や大学等のニーズにですね質だけでなくて量的にも応えることができるように機構として支援をしていきたいと考えております。からもう一つ重要なのは人の交流循環です共同研究のレベルを超えて研究者の双方向の循環は両者の活力を高めて大学の機能強化とともに 我々研究所機構の発展双方に貢献すると信じます機構では研究者交流プログラムがありますが今後さらにですねクロスアポイントメント制度等を用いた双方向の人材循環を機構として支援をしていきたいと考えておりますぜひ皆様方もま研究所に来ていただくまた研究所の方も外に出ていろいろやるということを考えていただきたいと思います 一方、大学院生の教育は、機構の最も重要なミッションの一つでございます。機構は、先ほどお話ありましたけれども、総合大学研究大学院大学の一員として、大学院生を受け入れております。研究所で最先端の研究に接して、また野外のフィールドで,です、ね、生の自然の神秘に接して感動するということは、学生にとり得難い経験でありまして、学術研究に進む人材だけでなくてですね、 社会において指導的な立場に立つ総合的能力を持つ人材を廃止することを可能にすると思います。できるだけ多くの学生さんたちにこの教育研究環境を経験してもらうために、総合研究大学院大学を中心に、えー、連携大学院や特別共同利用研究員制度、インターンシップ等、十分活用できるように機構として、えー、支援をしていきたいと思います。 いろいろ述べさせていただきましたけれども、各研究所の学理をもとに、学術基盤の充実を図ってデータ、データサイエンス、オープンサイエンスを推進して、今まで以上に大学等の機能強化や社会のイノベーションに、気候一丸となって貢献していきたいと思っております。皆様のごごご支援とととをよろしししくお願いしたいと思いいたた思まますどううもありがとうございました